ニキビがある。ニキビできた。まあ思春期なのでね。最近すごいできるんですよ。そうなの？そう。はい。これが思春期ってものだから。そうですね。しょうがないです。しょうがないですよ。まだやばくないんで、うんうん、もっとやばい中学とかでもすっごいなりそうじゃないですか、うん、こう、うん、ね、だからそうなったら皮膚科に行ってクリームもらって頑張ろうと思います。乗り越えようと。だからね、今ねやっぱりねどうしても毎日ずっと家にいるとね時間が不規則になっちゃうんだよね。夜もちょっと遅くなっちゃうし朝はそう早起きもしなくなっちゃうし、はい、私がママより早く起きてます。ママだって夜中のさ編集してるから、ママは朝はちょっと多めに見てもらわないと。そうですね、死んじゃいます。ママが、ママ夜中にだってしほちゃんたちが昼間いるから、今まで昼間編集して夕方にアップしてたのが、うん、今夜中に編集して朝アップだから、うんうんうん、ほんと辛いんですよ毎日毎日休みになって。ここでぐちぐち言っちゃいけませんね。はい。ということでね、今からちょっと TikTok を撮りたいと思うので、軽くね、お化粧したいと思います。はい、ちゃんとピンクですか？ちゃんとピンクです。そう、見てください。そう、それ1番のピンクっていうやつだね。ちょうどそうなんですよ。でもね、私ね、ほんと化粧さ、苦手なんですよ、まだほんとにさ、私本当にね、なんかピンクメイクすると必ず TikTok に書かれるの。ああ、晴れぼったくそう。だからちょっと濃いめのさ色で締めればいいんだよね。目の際をこうやって締めた方がいいよって言ってたね。そういうの読んでないんだよ。そうなんだ。ひどくない？アンチみたいなのはめっちゃ思うんだけど。目に入っちゃうね、アンチって。アンチ見なくてよくない？そういうのしか読めないの。目に入ってきちゃうんだよね、アンチがね。そうなんですよね。で、教えてたから。教えてたから。今度教えてあげる。今日はほら、もう今企画始まっちゃってるからさ。そうだね。うん、ダメだね。うん。そんな変わんなくない？だよね、変わってないよね。まあ、いっか。うん。今日はこれで。はい。うん、オッケー。こんな感じで、軽く終わったんで、TikTok 撮りたいと思います。あれ、携帯がないんですけど。ないんですけど。携帯が、あれ？これさっきまでここにあったんだけど。あれ？じゃあね、携帯ちょっとなくしちゃったんで、先にね、ちょっと爪を切りたいと思います。爪切りもピンク。そうなんですよ。これもあの部屋にありました。それママのだったんだけど、あ、私が奪ったの。なんかいつの間にかしーちゃんの部屋にあるんだよね。それママが愛用してたさ、うん、爪切りだったのね。もう私がもういつの間にかしーこちゃんのものになってるのね。あれ本当にしほちゃんの携帯ないね。どこ行った？しほちゃんの携帯ないね。さっきまでここにあったんだけど。嘘。爪も切り終わった。爪切り終わった？切り終わりました。はい、じゃあこれ携帯も無事に光りました。ありがとうございます。で、今からTikTok撮るんですけど、うん、まだどう撮るんですか？なのでね、ちょっとダンスなので上着替えました。で、はい、バッグもピンク、はい、水筒もピンク。近い。はい、で、いってらっしゃい。はい、ということでね、しほちゃん、はい、ダンスから戻ってまいりました。はい、寒くないです。暑いんだって。暑い。リミちゃんは一人でスマホ満喫。そう、そうだよね。スマホ満喫しました。はい、はい、
ということで夜ご飯です。はい、夜ご飯お腹すいた。じゃあちょっともう下に置いてあるんですけど、はい、リミちゃんの水色のご飯がとてもとてもなくて、はい、これになってしまいました。じゃじゃん、色をつけたご飯、まあ、味はチャーハン味だから、うん、味はいいんだけど見た目がちょっと青いというね、あまりにもかわいそうなのでちょっとお目目とかをつけたんですけど、それだけしか家にありませんでした。かわいそうとか言われない。そうだね。で、しほちゃんのご飯はこちら、こちら。ちょっとね、色分かりづらいんだけど、これ明太子パスタで一応ピンクなんですよ。そうなんです、そうですね。ちょっと分かりづらいかもしれないけど、ちょっと時間経っちゃって、すみません。でもピンクです、一応ピンクです。はい、はい、で、お水はお許しいただいてるので、コップだけピンクと水色。はいはい、こんな感じになりました。はい、リミちゃんちょっと悲しいかもしれないけど、いいでしょうか。はい、じゃあ食べましょう。いただきます。あれ、やっぱりちょっと羨ましくなっちゃったかな。でも白コロが大戦争してますね。あ、大戦争じゃない、白コロが大運動会してます。エミちゃんは水色ご飯で、ほら、ちょっと リミダメだよ、食べたらアウトになっちゃうんだよ。今アウトになる。いいの？あ、私の食べちゃった。終了。カン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 ということで、勝者はしほちゃんでございます。4個ゲットおめでとうございます。ありがとうございます。いいんですか、リミちゃん、はい、なんでこれ耐えらなかった、やっぱ。え、どういうこと。なんで、いらないんでしょ。いらないでしょ。いらなくないんだ。でもパスタも食べたかったの。もう満足。それで満足。はいはいはい、どう、味は普通でしょ。うん、味は美味しい。チャーハン、でも終わってしまいました。リミちゃん食べちゃった。ああ、ワンカラー生活午後だけで終わっていただいてしまいました。ピンクの世界に行っちゃった。ね、ピンクの世界行っちゃったよ。リミちゃん我慢できなかったの。おいしそうだった。そうだよね、たらこパスタ大好きだもんね。これどっちがいいの。そうだよね、ご飯だけとパスタだってなかったんだよ、これしか。はい、ということでどうでしたか。ちょっとしかできなかったけど、ワンカラーチャレンジどうでしたか。初めての試みでしたけど、まあでもしほちゃんはあんまり違和感ないよね、常にピンク生活だもんね。リミも案外水色生活だもんね。まあやっぱ一番困るのは食べ物だね。やってみて分かりました、水色の食べ物はないないです。あの、染めないとないね。でもなんかさすがにさ、食紅を使ってまではちょっとやらなくていいかなってママも思ったので、ちょっとデコフリだけね、お弁当の時使ったのがあったので、はい、これだけちょっと使ってみましたが、はい、ママとやっぱりリミちゃんにはこれだけじゃちょっとね、悲しかったようです。ね、はい、はい、食べてるんだけどね。そうだね、ママキチンポ、キチンポ。しかもしほちゃんのパスタはチンです、レンチンパスタです。もう引きこもりだからね、しょうがないんですよ、もう。そうですね。うん。ね。お、もう堂々と食べてます。はい、じゃあこのままね、ゆっくり食べたいと思います。ということで、もうワンカラーチャレンジはこれにて終了です。しほちゃん勝利おめでとうございます。じゃあ後日ハーゲンダッツ4つ差し上げたいと思います。うん。ハーゲンダッツ盗み食いして。うお、また盗まれそうですね。うん。それでは、バイバーイ。バイバーイ。パスタ美味しい。すいちゃんだね。青いパスタがあればいいね。確かに。青いパスタ。怖っ。